はい、皆さんこんにちは、カズキだよ。はい、ということで、私は今北千住の、常磐線のホームにいます。ちょっとね、電車が来たんでうるさいんですけどね。はい、なんでこんなね場所から動画を回してるかと言いますと、まああんまり正直時間がなかったのと、ちょうど今空いてたので喋ってます。皆さんにちょっとした報告があります。今月から、私の便利屋は簡単な本当に雑用とか、もう本当ちょっとしたこと、例えばお話し相手とか電話相談とか、そういうことに関しては、1000円でやるんですけども、それ以外の一般的な労働、家事代行とか、あと、あとなんだ、なんかバイトに来てくださいとか、ちょっと人が足りないんでとか、そういう、まあ、そうですね、ちょっと穴埋め要員っていうんですかね、そういう仕事に関しては、一般労働は、もう基本、もう1200円からやるってことになりました。はい、聞こえてるでしょうか。はい、で、あとは、あと報告としましては、今月からうちがボイトレとかその便利屋とか、フリータレント以外に、芸能と音楽制作の事務所に、なることになりました。なるっていうか、そのさらにそっちの方もちょっと広げてやっていくって形で、始めることになりましたんで、はい、この動画が今1分ちょっとなんで、もうちょっと喋ります。で、今現在めちゃくちゃ忙しくなってきてるんで、こうやって私もホームで喋ってるぐらいでしか時間がないんですけども、もうそろそろボイトレビフォーアフターの方も出せますんで、今1本溜まってて、あと今またモニターさんが来てくれてるんで、それがもうちょっとでアフターが取れるので、まあ両方もうすぐアップできるかなって感じになってます。はい、とりあえず以上ですかね。まあ2分の動画だから、ちょっとこれどうなんだって話なんですけど、以上です。ではまた。